カップシフォン、今日、自家製カスタードをかけた。めっちゃ美味しい。あ、全然。いいっすか？カスタードの甘さがすごい控えめで、生地の甘さとちょうどいいぐらい。で、なんか時間経ったから、ベチャってなってんじゃないかなって思ったけど、全然しっかりしてて、美味しい。おい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 しい。カメラ目線で。おいしい。おいしい。いいですか、それ。大丈夫ですか。これ。もう。これちょっと、信玄シフォンの別バージョンで作りたいぐらいおいしい。マジか。じゃあ、笑顔化計画第3弾として。今のシフォンケーキ屋さんって、シフォンケーキとプリンで売っちゃうんだけど、これシフォンケーキにカスタードで、ああなるほど、そっかそっか、かけるようにすると卵黄のロスにもならないし、あ、それで作ったのね。そうそう、あ、全然知らなかった。そう、卵黄のロス、そう、プリンあるもんね。うん、ね、プリンも美味しいけどさ、いろんなところでそれやってるけど、まあでもそれいいね、カスタード、ね、美味しいと思う。ああ、なるほど、ということです。はい、アングレージソース、これね、昨日カスタード食べたけど、本当に甘さ控えめで美味しいよ。本当に。それだけ食べても美味しいもん ね。昨日ちなみに僕は餅で食いました。そう、餅に、そう、餅つけて食いました。はい、うまかった。まあ、それも美味しかった。美味しいって言ってた。美味しい。はい、私はしない。俺しかしないな、多分。そんな遊びをしながら食べてます。はい、ということで、カップシフォンね、今後のラインナップになるかもしれないんで、また楽しみにしてください。はい、はーい。